森ヤーク牧場。こんにちは、西日本営業所の岡です。今日はバジルソーセージをご紹介します。私たちのバジルソーセージは商品の中でも歴史は古く、ハーブブームの頃に遡ります。牧場内にあるハーブ園でハーブを採取し、ソーセージに混ぜ込んだのが始まりです。最初はタイム、ミントといった香りの強いものが社内的にも人気でしたが、商品として長く生き残ったのは上品な香りのするバジルソーセージです。今でも5本の指に入るぐらい人気の商品です。私たちのバジルソーセージは 100% 牧場産のフレッシュバジルを使っています。乾燥バジルではないんですね。他社のメーカーさんが作られるバジルソーセージと比較しましても、香りが比較できないほど全く異なったものであることがお分かりいただけるかと思います。例えて言うならば、ジェノベーゼソースとモッツァレラ、トマトのカプレーゼに使うバジルが全く風味が違うのがお分かりいただけるのと同じように、それほど違ったものとなっています。バジルソーセージのこだわりをハム工房の原さんは次のように語ってくれています。私たちが作るバジルソーセージは牧場で育て収穫したフレッシュバジルを使っています。大量生産されている一般的なバジルソーセージは乾燥させたバジルが使用されています。このフレッシュバジルはお客様にお届けするためにスタッフが一枚一枚丁寧に収穫しています。乾燥バジルでは味わえないフレッシュバジルがたっぷり入った自信作のソーセージです。牧場産バジルの香りをどうぞお楽しみください。バジルはトマト、チーズと非常に相性がいいですよね。今日はトマトソースを使ったレシピをご紹介します。どうぞ。